はい今回はですね、自称一般人のですね小室圭さんと小室眞子さん。 えー、一般人なのにですね。なぜ vip 待遇なんだというのでですね。逃げ出した先のですね。アメリカでも批判されていますので、お話ししていきたいと思いますえー、早速ですねアメリカでも生活しづらいような状況になってきましたね。<laughs> まあ、あ日本人の感覚がおかしいんじゃなくてですね。明らかにこれ、もう小室圭さんと小室眞子さんの感覚がおかしいっていうことがですね。無事に証明されたんじゃないでしょうか。こんなことを続けてるとですね。住む国すらですね。なくなってしまうので。 でではないでしょうか、えー、今回の記事こちらですね、えー、なぜ今でも VIP 待遇ニューヨーク移住の小室眞子さん K さん夫妻を米氏が疑問視普通に暮らしたいと言いながらっていうのでですねこちら中日スポーツの記事をもとにですねお話ししていきたいと思います秋篠宮様の長女小室眞子さんと K さん夫妻は14日新たな生活の拠点とするニューヨークに到着多くの海外メディアは 一般人の K さんとの結婚で功績から離脱し、一時金を辞退したマコさんを愛のために特権を捨てた元プリンセスという論調で報じる中、発行部数90万のアメリカ月刊誌バイスは22日、普通に暮らしたいと言いながら、なぜ今でも VIP 待遇と疑問視したというのでですね。 ま、愛のためにですね、特権は捨ててないと思いますけどね <laughs>。あの、しっかりとですね、特権をですね、日本から握りしめたまま、こう、ニューヨークまでやってきましたっていうところですよね。普段からですね、嘘ばかりの方々ですから、普通の暮らしなんてですね、しようという思いなんてですね、これっぽっちもないんじゃないでしょうかね。まあ、自称一般人になった後にですね、一般人らしいことって今までしていますかしてないですよね。 仮住まいのマンションはですね、税金使って一棟丸ごとですね、押さえてみたりですとか、まあ、そこにですね、警備員を配置させてみたりですとか、で、移動はですね、税金で用意したハイヤーで移動してみたりですとか。 え、あとは国際免許ですとか、パスポートもですね、優先対応。それから渡米するにあたってはですね、え、空港に着いたらですね、裏口で入場。それからエコノミーしか予約していないのに、え、航空会社のスタッフにですね、誘導されたりですとか、VIP 専用の個室まで堪能してですね。で、いざ飛行機に乗るとですね、飛行機の座席はロイヤルアップグレード。で、ニューヨークに着いたらですね、ニューヨークの空港でも警察たちがお出迎えからの自宅まで誘導っていうところですよね。 いつですねに、一般人らしいことをしたんでしょうかえー、いつですね、お望みの普通の暮らしをしたんでしょうかえー、堂々とですね、一般人と主張するからにはですね、どこが一般人の生活をしているのか教えてほしいですよね、本当に。普通の暮らしをできるようになったはずなのにですね、普通の暮らしをしないというですね、選択をしているのはご自身たちなんじゃないかなというふうに思いますけどね。 まあ、ニューヨークでのですね、30歳にしてですね、初めてのお使いぐらいですか一般人らしい。ようやく、えー、一般人らしい買い物を一人でしていましたけども、他ないんじゃないですかね。まあ、国民に対してですね、誹謗中傷する前にですね、まずはご自身の、えー、行動からですね、改めるべきだと思いますけどね。 まあ実際にですね、日本以外からもですね、こうやってアメリカでも批判されちゃってるわけじゃないですか。決してですね、日本で特別批判されてるってわけではなくって、まあ世界の人から見てもですね、やっぱりおかしいんですよね。まあそういうのに気づけないんですかね。はい。やっぱり一般人じゃないから気づけないんでしょうね。えー、同志は警察にエスコートされ、日本のプリンセスはアメリカで一般人の夫と新生活をスタートの見出しを打ち、 先月、メディア競争局の中で結婚した二人は、普通の生活、レギュラーライフを営みたいという望みを表明した。それなのに、ニューヨーク到着においてもビップ待遇だったと報じたっていうのでですね。いいですね。アメリカの方々もしっかりとわかってますね、えー。自称一般人になるけれど、普段の生活は税金で贅沢させろよっていうようなスタンスのようですね。小室夫婦を何だと思ってるんだーっつってですね、言いたいんじゃないでしょうかね。はい。 さらに空港では警察当局と警備担当にエスコートされて移動しジャーナリストたちに迎えられた。通り過ぎる際は会釈こそしたが、国際線ターミナルで待ち受ける数十人の報道陣のために立ち止まることはなかったと伝えたというのでですね。 ま、自称一般人ですからね。税金は使うけど、メディアの対応はしませんよっていうところですよね。まあ、自分たちの都合に合わせてですね、自称一般人になりきったりですとか、えー、元皇族というかですね、現役の皇族にですね、なんかなりきったりする方々なんですよね。元皇族のはずなのになぜか現役の皇族のような立ち振る舞い、えー、生活をしてしまうと。えー、小室圭さんなんてですね、元皇族でもないのに、もうなんかビップになりきっちゃってますよね。<laughs> はい。 また同志は金銭問題の報道により世間は小室圭さんが元プリセンスプ、プリンスの間違いですかねとい,いるための動機を疑問視するようになったがこの騒動も最終的に二人に結婚を思いとどまらせることにはならなかったと表現結婚後の会見では圭さんが私は真子さんを愛しておりますから始まり真子、ま、さんと温かい家庭を築きたいと語ったことを紹介したっていうのでですね 私はマコさんの貯金と特権を愛しています。えー、温かい懐を活用して家庭を築いていきたいって、こう言って語ったんでしたっけ <laughs> 重要なお話はですね、一切すっ飛ばしてですね、質問も受け付けず、自分たちの言いたいことだけをですね、伝える会見だったので、えー、なんかもう内容忘れちゃいましたね <laughs>。あのー、お金お金とか特権とかそういう話でしたっけ違いましたっけ <laughs> まあ、こんな調子なのでですね、アメリカからも批判されてですね、今後ですね、アメリカでこう、税金使い倒せばですね、日本で生活していた時とですね、同じようにですね、税金使い倒せばですね、まあ、アメリカからですね、出ていけコールっていうのもですね、出かねないですけど、まあ、いつまでもですね、人のせいにしないでですね、早くご自身の問題点に気づいて改善しないとですね、世界のどこにもですね、住む場所がなくなっちゃうんじゃないでしょうかね。もう世界が拒否。 そんんな日が近いかもしれませんね、はい、で実際にですね、動画にはまだしてないんですけども、同じアジアのですね、中国ですとか、韓国でもですね、えー、批判され始めてますからね。まあ、中国ではですね、小室圭さんの人間性をですね、問題視されてましたね。えー、中国に言われるって相当だと思いますけどね、お祭りですからね、だって。 まあ最近言われてたのはですね、ニューヨークに到着して、早々ですね、マコさんを置いて飲み会に行ってた話ですよね。あれも中国でも批判されてたんですけど、さすがにそれはないだろうと。えー、誰だってまあそう思いますよね。これ日本人だけじゃなくって、やっぱり他の海外の方、小室圭さんのですね、今までの問題を知らない方もですね、やっぱり批判しちゃいますよね、ああいうのは。まあ誰だってそう思うんですよね。 まあ、自由な生活がですね、大好きだとかですね、アメリカに着いたら別人だなとかってですね、中国に言われてましたね <laughs>。まあ、その通りなんですけどね。はい。 で、今回はですね、えー、アメリカからも小、小室夫妻ですね、批判されてるぞと。で、最後におまけでですね、中国からも韓国からも批判されてるぞもう世界に住むところがないんじゃないかというふうにですね、思われる小室夫妻ですけども、えー、皆さんはですね、今回の記事についてですね、えー、どのようなご意見お持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。えー、小室夫妻はどこに住んだらいいんでしょうか はい。えー、それからですね、今後もですね、こういった面白いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、Twitter と Instagram もやってます。こちらはですね、概要欄にアカウント載せてますので、ぜひですね、フォローいただけると嬉しいです。はい。今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。